AD ラボ第16回スタートします。司会の AED 代表井上です。よろしくお願いします。グラフィックアーツユニットの高橋です。よろしくお願いします。クロクロールの大西です。よろしくお願いします。はい、新年一発目ですね。今年第1回目の AED ラボということで、改めまして皆さん明けましておめでとうございます。皆さんは新年は何されてたんですか？は初日の出見に行きましたよ。どちらに？しまなみの方。あ、そうなんですね。見れましたか？ちゃんと見えました。すごい天気良くて、あ、良かったですよね今年。はい、暖かくてね、良かったですよ。なるほど。大西さんは何されてたんですか？私ずっとフラーハウスを見てました。ネットフリックスとかですかね。はい、そうですね。じゃあ結構お家でゆっくり過ごされたんですね。はい。はい。私も3日目だけは実家に帰ってお雑煮を食べたんで、三が日最後に関しては少しお正月っぽいことで過ごすことができました。なるほど。はい。そんな感じなんですけれども、今回ちょっといつもとは放送している会場の雰囲気が違うのを見てる方もお気づきになられたんじゃないかなと思うんですが、実はですね、いつも配信の方を担当してくれている AMS の小出さんの、自宅兼事務所の方から配信してまして、でこちらが伊予市にある松山、愛媛県の伊予市ですね、松山の隣、でこちらにある築100年以上経つ古民家なんですね。はい、なので雰囲気がありますよね。はい、すごく素敵ですね。ですよね。はい。で今回はこちらの方から、生配信の方をしております。はい。はい。でそれでですね、今年からラボのちょっと少し内容が変わったところがありまして。今までは90分番組だったんですけれども、1時間にぎゅっと凝縮することになりました。はい、で内容のメインテーマの方も、カバー画像とか見ていただいた方は気づかれていると思うんですが、エクスペリメントテーマということで、実験テーマですね。ということで少しこれまでよりも一つの内容に対してマニアックに切り込んでいくような形のものにしていこうと思うので、ハウトゥー番組だとか、例えばちょっと教育になるようなものとは少し違って、突っ込んだテーマで、例えばフォトショップ結構使ってる人とかイラストレーター結構使ってる人がこんなことできるんだって思えるようなことを、届けていけるといいなっていう形なので、また、その初心者的なものとかっていうのはセミナーとかでリアルな場でやっていければなと思いますので、今年も AED ラボそういうような形でよろしくお願いしますと。で少し昨年の最後の放送を振り返ってみたいと思うんですけれども、安倍さんの方がグラレコを書いてくれているので、ちょっとグラレコを見てみましょうかね。はい、こちらですね。昨年は WebDTP の疑問・質問は今年のうちにということで、年末にいろいろ見ていただいている方から Twitter とか Facebook に仕事とか作業をしている上での疑問・質問っていうのを寄せていただいて、それに我々が答えていったという回でしたね。こちらレポート記事の方も AED のウェブサイトの方に上がってますので、でアーカイブの動画の方もそちらに見ることができます。第1回から AD ラボすべてアーカイブ化されておりますので、今回初めて放送見たよっていう方も過去のものもちょっと気になるテーマとかありましたら見ていただければと思います。はい、という形でグラレコもですね、番組でやってるうちに安倍さんが今も書いていただいているので、ぜひレポート記事と合わせてグラレコもチェックして、アーカイブの動画の方も見ていただければと思います。はい。それではですね、今回の気になるトピックスの方行ってみましょう。では大西さんよろしくお願いします。はい、今日のトピックスは4つのサイトを紹介します。はい、まず1つ目は2017年のウェブデザインはどうなる？はい、デザイナーが注目したい流行トレンド10個まとめということで、グラデーションやパララックスのエフェクトとかですね、などなど10個のトレンドを紹介されたサイトです。フォトショップ VIP さんの記事になります。これまたレポートにもシェアしますので、また見てみてください。続いて2017年のロゴデザインはこれ、確認しておきたい要注目のトレンド7個まとめということで、こちらもいろんなミニマムやラインアートなどテイストの違いで7個のトレンドが紹介されています。続いて3つ目、イラストレーターを使うとき私が手放せない10個のスクリプト、2017年更新版、高野さんのね、そうですね。入手できるスクリプト一覧ということで、はい、こちら2年前にスクリプトの紹介していただいてるんですが、それの更新版ということで、新しいスクリプトとともに一覧もカテゴリー別にまとめてくださっているような記事になっています。で、続いて最後、 RPG 風タスク管理ツールハビティカで人生をレベルアップということで、はい、こちらは個人用のタスク管理を RPG 風にしたものでして、習慣、日課、トゥードゥーリストといったような3つのタスクを作ることができるようなツールです。で、RPG 風なのでちょっと楽しくタスクをこなせるようなツールになってますということで、4つ取り上げてみたんですが、気になるテーマありましたでしょうか。高橋さん、ウェブデザインということで、一番仕事にねちょっと近いのは、今年のウェブデザインどういうものがトレンドになるかなっていうところ気になると思うんですが、必ずなんか年の頭になるとこういう記事がね、いろんなところからまとまって出てくるんで、流れを把握するのにはいいですよね。ですよね。まあ海外の記事になりますので、なかなか日本でそれが実際に多くのサイトで見られるようになるのには、よく言われるのは2年後だとか3年後なんていうふうに言われたりもしますけれども、実際今回ピックアップしてくれているこの10個の中で、何か気になってるものだとか、ちょっと取り入れたいなとか思うものありましたかね。僕はね、個人的に気になるのは、カスタムタイポグラフィーってあって、その要は10個目ですね、この記事のところの既存のフォントじゃなくて少し個性を利かしたようなものと、なるほど、英文だとねマッチするんだけど日本語だとどうかなっていうところ、手書きブームなんかの少し前にあったりしたので、その辺と合わさってね面白くなるといいな、個人的にはって感じですね。結構やっぱりグラフィカルな表現ですもんね、こういうねロゴとかっていうのも。なんかもうシンプルなのもいいんだけど、そういったちょっとね個性利かしたようなのも楽しくて、個人的には好きなんでね。わかりました。いいかなと思います。はい、大西さんもコーディングされますけれども、何かそういうコーダー目線から見てもちょっと気になるところとかってこの10個の中あったりしますかね。そうですね、シンプルなのは組みやすいんですけど、確かに大歓迎ですけど、パララックスとかね、こう複雑になってくるとこう私たちもすごく勉強していかないといけないかなっていうような感じは、そうですね。やっぱりデザインがシンプルな分、さりげないパララックスみたいなものっていうのが効いていると、使いやすいパララックスっていうんですかね、いいかなっていうのは私もここ数年間思ってるので、そういうサイトでさらに一工夫したような動きだとかアニメーションみたいなものっていうのが増えていくんじゃないのかなっていうのは、ちょっとここ数年のトレンドみたいなところなんではないのかなと思いますね。はい。次に実は高橋さんのスクリプトも紹介されている高野さんの記事を少し見てみましょうか。はい。やっぱここで高野さんがセレクトされた数ある中の10個ですから、多分これはいられ使う人は本当に入れておくと。いいと思います。ですよね。僕も使ってるのいくつかありますし、やっぱり全然ね効率も違うので。なるほど。ぜひ使ってみたらいいと思います。ちょっと私が今までスクリプトを使ったことがない。いられは好きなんですけど。そうなんですか。そうなんですよ。でも多分それぐらいのことなんでしょうね。本当に使ってる人からしたら、それなしでそんなことを自力でやってるなんてみたいなことをやってることがあると思うので。でまたAD のラボの中でもスクリプト自体を作るっていう回もちょっとやろうかなっていうのをやりたいなと思って話をしてるんですよね。なのでまたそれもお知らせしますので、まさにマニアックなネタだと思うので、なかなかね使う方じゃなくて作る方ね、いいと思います。ということと、あと最後に少しRPG のタスクですね。これもなかなかタスク管理何使っていいのかなっていうことで、機能面だけでよく比較するじゃないですか。だけどこういうちょっと面白さみたいなところで、ゲームっぽいから続けられるかなみたいな。もいいですよね。そうですね。続けてなんぼみたいなところがあるから、確かに。私もブログに書いたりしましたけど、新年だから毎日読書しようとか、ちょっとランニングしようとか、そういう感じの個人的なタスクとかには本当にまさにレベルアップするっていうようなこの UI というか仕組みも合ってると思いますから、はい。ぜひですね、使ってもらえるといいんではないかなと思いますね。はい。はい、それでは今回の実験テーマの方に行ってみましょう。はい、お願いします。画面の方、はい、はい、今回の実験テーマは Photoshop のフィルターを使ってどれだけアナログ感を出せるのかということで、はい、その出せる、度合いというかですね、それをいろいろ実験していきたいなと思ってるんですけれども、高橋さんは、そういう Photoshop のフィルターを、一個一個かけていくわけじゃなくて、あまりフィルターが得意じゃないというか、使いこなせないような方だとしても、簡単に使えるようにアクションという形でまとめて、それをウェブサイトで配布しているものもあったりするっていうふうに伺ったんですけれども。ちょっと今日はその中の1個のフィルターを例にとって、中身の作りを、フィルターアクションですね、アクションを例にとって、中身がどういうフィルターとかで作られているのかちょっと解剖していこうかなって感じですかね。で、僕が今配布しているアクション2つあって、写真を水彩画っぽくする。っていうのが一つと、もう一つグランジ効果っていうんですかね、ちょっとこうかすれを加えるようなそういったアクション2つ、配布してまして、水彩画の方とかっていうのは結構フィルターを多めに使ってるんです。もちろんフィルターだけじゃなくていろんなレベル補正だったりいろいろ使ってるんだけど、フィルターメインで進めてるんでね、でこの辺を取り上げて解説しようかと思ったんですけど、結構ね複雑なんですよね、量が多くって。なのでさらっとお見せはできるんだけどなかなかねやってると時間がいくらあってもみたいな感じになるので、一応紹介程度にさせてもらって、またね別のフィルターを使った簡単な加工みたいなところを、見てもらいながら仕組みをね一つ一つ説明できればなと思います。じゃあちょっと見てみます。じゃあ実際に見てみましょうかね。でさっき言った水彩のやつですね。サンプルいくつかお見せしますね。これいらないの開いてる。ちょっと待ってください。ちょっと重たいので。お。こんな感じ。これ水彩画っぽいじゃないですか。すごいですね。これ元が写真なんですよね。そうそう、元が写真で、元の写真はこの状態。この状態にフィルターをかけてこう持ってくると。なんか滲んだ感じになるんですね。なります。で、一応ねPhotoshopにも水彩っていうフィルターがあって、水彩っぽく仕上げるっていうのはできるんだけど、いかにもねザ・フォトショップみたいな感じになっちゃうので、そういうイメージありますね。見る人が見たらこのフィルター使ってるよねっていうのが一発で分かっちゃうから、なんかなんていうんですかね、ダサいというかバレちゃうのかなみたいな感じで、あんま使わない人もねいますもんね。写真で勝負するとか、やっぱり絵は絵で描かなきゃダメだろうみたいな方っていうのも結構いますもんね。もちろんねそうやって絵で描けるような環境があったりとか、そう描いてもらえる人がいるとかっていうのは描いてもらうのがいいと思うんだけど、まあねそうじゃない人ももちろんありますね。デザイナーは絵が描けると思ってる人もいっぱいいますからね。それね、そうなんですよね。そういう時にねこういったものがあると、できるとちょっと選択肢が広がるかなって感じですね。確かに。でね、この辺はさっき言ったみたいにちょっと複雑なので、簡単なものをね一つお見せしますね。じゃ水彩に関しては高橋さんのページからダウンロードできるので、ぜひ使ってはぜひいただきたいですよね。いろんな方にね試しにちょっとスマホで撮ったりとかした写真とかでも、写真によってこう合う合わないがあるんで、実際やってみてああいまいちだなっていうことも多いと思うんだけれども、ハマればねそれなりに見えますので、じゃあこの今これ写真あるんですけど、いくつか写真を使ってね説明しますね。最近はね、スマホとかでサクッと撮れちゃう。綺麗ですもんね。 iPhone のね写真でも十分。だからちょっと試すのもね意外とサクッと、これでやってみようかな。これもちょっと今アクションにして、これまだ配布してないやつなんですけど、新フィルターですか。新アクション、新アクション。まだちょっと作りかけみたいなところがあるんだけど、これを初公開ですか。じゃあ ADLab で公開するのは今回が初ですね。ADLab ではね。これをかけるとどうなる。ちょっと時間かかる。少し待ってくださいね。要はそのフィルター一発じゃなくてフィルターをこう何個か重ねがけして、希望する結果に近づけていくっていう、結構かかるなまあこういった感じでね、なんかレトロな感じなんか最近まあインスタとかねそういったものでできるけれども、うん、あれはもう決まったフィルターを用意してポンとかけるだけだったりするので、はい、この辺だとね自分で調整したりできるという、うん、まあこういうデジカメのいわゆる普通の感じの写真でも少し雰囲気出して、うんそうですね、ちょっとアナログフィルムっぽい仕上がりにできるっていう感じで、うんはい、こっちにもやってみようか、はいでね、それを、アクションにしてるやること自体は毎回同じことやるので、はい、アクションにしとけばボタン一つだと全部自動でやってくれるので、うんうん、すごく相性がいいんでねフィルターと。今いくつぐらいのフィルターがいくつぐらいだろう。これに関してはここ開けたら分かるんだけど、まあ、これだけすごいですね。そうでもね細かいレイヤーの設定もあるんでフィルター自体は多分3つ4つぐらいのもんだと思います。でこういった感じで元がねこういったいかにもデジカメって感じだけど、まあ、こういった感じでねちょっと雰囲気トイカメラっぽい感じですね。いいですね感じね。この辺ちょっと手順をね簡単に追ってみましょうか。はい、はいはい、じゃあ元に戻してですなこれじゃないなよいしょ。まずはレイヤーを元レイヤーはまあ元写真として残しておきたいので、うん、複製してそれに対して実行していくと、はい、でこれを一回スマートオブジェクトに変換するんですね。スマートオブジェクト、うん、そうスマートオブジェクトわかりますよね。はい、わかりますよね。もう説明しませんよ。もう、はい、もう初心者はねもうバッサバッサ高橋さんの本を買ってスマートオブジェクトっていう作品をしてください。後ろからスマートオブジェクトに変換する。これをすると要はフィルターっていうのはかけちゃうと後戻りができない。もう画像自体をこう、うん、編集し破壊廃編集というかあれですよねしちゃうので、はい後戻りができないので、はい、一回スマートオブジェクトにしとくことで、うん、スマートフィルターという扱いになるんですね、はい、なので、後からフィルターの値を変えたりとか順番変えたり削除したりとかっていうのができると。じゃあちょっとレイヤースタイルっぽいような感じですかね。そうですね編集できるっていう、まあ、そうそうそう、はい、近い感じ。なるほど。そうでこれを一回スマート、オブジェクトにしときます、はいはい、これは元の画像を残しておくためってことですね、はい、で次に一回ぼかしをかけます。ぼかしをかけることでちょっとピントが甘い感じというかそのアナログのにじんだ感じっていうのが出せるってことでね、これも本当隠し味程度というか、ね、面白いですね。ほとんど差は分かんないぐらいでこの程度、うん、かけるって感じね。で次に、ノイズを加えます、はい、やっぱこう粒子の粗い感じっていうのがね、はい、高感度ノイズみたいなのが、はいあるとよりアナログっぽい感じが出るので、うん、これでちょっとこれも本当隠し味程度なんですけどね、うん、微妙にかけるとその微妙さは、うん、自分のさじ加減と合わせてみてもっとこうザラザラさせたいときはここをちょっと高めにとかっていうのもいいと思います、はいうん、であんまりかけすぎるとねわざとらしくなるので、うん、隠し味程度。今回みたいに中身を解説してもらって、うん、ちょっとなんかこうやってるなんていうのが分かると、うん、配布してもらったアクションに対して、うんいじれるわけですよね。そうそうそうもっと粗くするとか、うんそうですね、ピン甘くするとかそうですね、うん、それやっぱちょっと調整できるとやっぱスマホの、機能とはだいぶ違うじゃないですか、うん、アプリのそういいですよね。いいと思います、うん、でまあ、サイズとかも結構ねアプリだと一定のサイズに書き出されちゃう、うん、ちょっとちっちゃめになったりとかいうこともあるんで、はい、好きなサイズでね。あ、そっかだから大きい写真に対しての例えば5ピクのぼかしと、うん、ちっちゃい写真に対しての5ピクのぼかしやったら全然ボケ違いますもんね、うん、その辺も自分で調整しながらっていうのもできますしね、うん、っていうのでなるほどできるといいと思います。で、はい、今ノイズ加えました。これ、はい、加える前と加えたとほとんど変わんないけどね、うん、これも気持ち程度。実はそういうのがね積み重なって素敵なそういうことです。アクションが出来上がるんだよっていうそういうことですね、はい、でこの後にカメラローフィルターっていうのをかけるんですね。ちょっとこれ時間かかるかな、はい、できるかな。カメラローフィルターっていうのは比較的ちょっと最近のバージョンから載ったやつなんだけどカメラローっていうのは要はデジカメで撮影したローデータって呼ばれる、うん、聞きますね、うん、カメラマンさんとかがまずはローデータで撮って、うん、それを現像なんかデジカメで現像って何してるんだろうってちょっと分かんないところもあるんですが、うん、まあよく聞きます言葉は。要はその、ローデータっていうのはカメラのフィルムを通しただけの何にも加工してない生のデータっていう感じですね、うん、なるほど、うん、でそれに対して露出をどうするとかホワイトバランスをどうするとかっていうのを、このローでカメラローで後でやるんですね。そう後で昔のフィルムとかとは違ってそうそうそう、まあ、とりあえず撮っといて、うん、後で調整するみたいな、まあ、基本的なねちゃんとした露出計測してちゃんと撮らないといけないんだけど、はいはい、まあ後で少し明るめが良かったとか微妙なとことかあったりだとか、うんはい思ってたよりちょっと黄色に転んじゃったとかいうこともありますよね、うんうんはい、ああいうのも後からできるので、安心だとか、うんうん、そういう感じでねなるほど使うのが本来なんですけど、はい、で今回はそのフィルターを、使ってちょっと画像のコントラストを上げつつ色を少し転ばせて逆にね、はい、色をかぶらせてやるというかグリーンっぽくかぶらせてやるみたいなことやってます。色調補正とかでやったりするような作業も実はここを使ってできるわけですね。本来はできちゃうっていうこともね、はい、だからここで色温度とか変えるとこうね写真の色味とか自由になんかやりやすそうですねこれ。そうそうそうでこの辺の表現とかもいわゆる分かりやすいレベル補正とかっていう汎用的な表現じゃなくて、はい、コントラストどうするとかハイライトどうするとかって具体的な感じになってるので、はい、意外とねハイライトの調節だったらここを調節してやればいいとかね、うん、こういうのができるので意外とやりやすいっていうのがこれがカメラローフィルターね、はい、これがフィルターの形式としてフォトショップに最近搭載されたのでうん、なるほどそう現像後の画像に対してさらにまたもう一回現像するみたいなこともできると、うんいうことね、それを利用して、コントラストを上げつつ色をちょっと転ばせてるっていう感じね、はいなるほどうん、そのアナログっぽい感じで、細かいところが飛んじゃうみたいなところを逆に逆手に取ってるってことですね。で話前後するんだけどさっき、スマートオブジェクトに変換してフィルターかけていったじゃないですか、はいはい、であれっていうのは、言ってたみたいにこうねスタイルレイヤースタイルみたいに、うん、この下にこういう風にねどんどん蓄積されていくのね。じゃあありなし簡単に見れるんですかこれ。この目のアイコンで例えばぼかしいらなかったとかって後でできるしでダブルクリックすればねこういう感じで後からぼかし具合も変更できるっていう。なんかフィルターって本当それを知らなかったんで、うん、スマートオブジェクトに変換してから使うとか、うんうんうん、一回かけたらもうそうなっちゃうみたいなイメージだったんですけどだからね元データをバックアップで置いといてみたいなことやるでしょ、はい、複製作ってとか、うん、ちなみに大西さんってフォトショップで使いますコーダーさんだからそんなにほとんど遊びで写真加工するとか、うんうん、あとは高橋さんの本を試してみるとかありがとうございます素晴らしいですねちゃんとやってるんですね模範生ですねぐらいなので実はあんまりフィルターとかも自分でかけることはなくあ まずないですよね普通にコーダーさんとかだと、はいうん、フィルターを重ねてかけれるってなかなかないですよね、うん、それはだから昔なんかはそのデジカメもないし、はい、僕らがこういうのを始めた頃とか、ねはい、デジカメもないしその素材集なんかもないですよね昔はなかった確かにそうレンポジとかでもすごい高い、はいはいね、何万もするような一回借りたら、うん、レンタルポジって言って、はいうん、そのフィルムを借りるねで自分でスキャンしてそれを使うっていう感じ、うん、ストックフォトのデジタル版がなかったのでそうそうそうアナログ版のストックフォトですそうそうそうもちろん無料素材なんかあるわけです一人だけすごく若いキャラみたいな感じですねそんなに私の年がそこまでは変わらないんですけどね本当は知ってるんでしょ、はい、みたいな、はい、ちょっと読みましたいやいやいやでそういうのもあったんでどうしてもね、はい、フィルターを使って何かを作り出すとかね、うん、それこそもうゼロから芝生のテクスチャーを作ったりとか木目のテクスチャーを作ったりとか、はいはい、昔のフォトショップの本ってそうだった炎を作ってましたよねよくねそう撮影できないからねやたら炎を作ってましたねそうそうそうあと金ゴールドとね芝生とね結構すごいですよね、うん、こんなフィルターを使ってとか全然写真を違うものを撮って、うん、それをゴリゴリに加工して何か全く別のものにとかしてましたよねそうそうそうちょっと無理やり感あったけど懐かしい、まあ、でもそれをやらないといけないような感じだったんですよねあ、うん、じゃあその先人たちがフィルターの組み合わせっていうのをいろいろ開発していたわけですね、うんうん、そうですねなるほどそうだから最近の人だと本当フィルターなんか全然開けたこともないよっていう人も多分多いと思います、うん、だからそれを多分いろいろ駆使して作ったであろう素材をもう配布されてるから、うん、あそうですねそういうのもあります、ね、あとはもうイラストレーターのアピアランスも、うん、近しいことがいろいろできますから そうですねパスで作ったまあ炎とかだったらパスも結構ありますもんね、うん、そうそうそう、うん、そんな感じでね昔はそうやってやってたんだよっていう、うん、なるほど昔話です。いやマニアックですねマニアックですねちょっと回が違うような気がする、はい、でねこれもちょっと前後するかなこれちょっと別ファイルで説明した方がいいかな、はい、これはね意外と知らない人多いかもしれないんだけど画像に対してフィルターをかけます。例えば雲模様っていうフィルターがあって、うん、描画色と背景色を使ってランダムな雲の模様みたいなこういうねのを描画するのがなんかちょっと和紙っぽいみたいな感じに見えますね、うん、こういうフィルターあるんだけど、はい、これをね、1回かけちゃうと全部消えちゃう。もうフィルターで全部ベタっと上塗りされちゃうんだけど、さっきの黒の四角形は要は塗りつぶされちゃったってことですか？塗りつぶされて消えてしまうっていうことですね、はい、なんだけど、実は編集のところにフェードっていう機能がありまして、はい、この取り消しの下ねでこのフェードっていうのを選ぶとその1個前にやった作業っていうのを段階的に戻すことができる。要は取り消しみたいに1段階戻すんじゃなくて、例えばかけたけど 50% の強さで合成したいとか、ねうん、透明度とかそっちに近いってことですかね。そうそうそうレイヤーを2つ作ってそれを重ね合わせてるようなイメージのことができるんですね。このフェードこれ結構使える。だからこれをちょっと下げておくと雲模様がどんどん消えて四角が復活してくるというようなこと、うんでこれをね、100% で描画モードでの合成もできるんですよ、はいうん、だから、スクリーンにすると、うん黒いところだけに、基本的に上の画像っていうのは重なりますから、はい、こうするとねこの四角黒もともと黒やったところだけにこう、うん、雲模様を残すみたいなことができるっていうのねそういうフェードっていうのがありまして、はいうん、でそれはね、スマートフィルターの場合はこの右のこのなんか、うん、パラメーターのこのアイコンちゃんとそれぞれにフェードがある。そうでこれを、ダブルクリックするとちゃんとフェードが開いてくるんですね。すごいな。これは描画オプションというふうに言われてるんだけどよくできてますねフォトショップ、うん、よくできてますよ、はい、でこれで描画モードを使ったりして実行前と実行後の画像を合成できるというようなことですよね。でこれをさっきカメラローフィルターを使って加工した次に、はいソフトライトで前後を合成している。すると、陰影が強調されるんですね、うん、合成前がこれ合成後がこれっていう風にして黒いところより黒く、うん、で、白いところより白くっていう風にして強調できると。これでさらにコントラストを上げてるっていうことですね。で、グループ化これはグループ化後工程のために一回グループ化しておいて、で、こっからですねこっからこれじゃ無理なのかないけるかそうトーンカーブを入れると、はいうん、これは、フィルターちょっと違うんですけども、はい、全体の色を補正していこうという感じですね、うん、でトーンカーブをこういうふうに、変えると今カーブこれ変わったの分かります、はい、音がこう、はい、これ普通のねそうちょっとコントラストでシャドウ部分をちょっと持ち上げて白っぽくね、はい、この黒かったところをちょっと白っぽくしたりだとか、うん、あとは、グリーンとかブルーのバランスを若干いじってる感じで全体の色味を補正してるような感じね。フィルムっぽくなってきてますね。そうそうだんだんなってきてるでしょ、うん、で次にもう一個調整レイヤー今度はレベル補正ね、はい、レベル補正を加えましてで、レベル補正を少し中間調を転ばして明るめにしてやる、はいうん、実行前がこれ実行後がこれね、うん、少し明るくなってるでしょ、はいうん、こういった感じで、他の色もブルーをちょっと強めにしたりだとかっていうここでもう一回調整かけてます、はいはい、でどれだ 1,2,3 こう分かんなくなるなこれが多いですからね出てないからね。で次に自然なサイドっていうのがありまして自然なサイド自然なサイドをフォトショップが考えてくれてるんですか。考えてくれてるんですね、要は普通の色相サイドだと、はい機械的にサイドをバーッと上げるんだけれども、うん、自然なサイドを使うと要は本来、上げなくていいとこはなるべく上げず上げてほしいとこだけを上げるっていうすごいなそれを解析してくれるんですねっていう風な感じでやる。でもなんかこの機能実はなんか問題があるみたいなブログをちょっと前に読んだ気はするんだけど、そうですか割と使いますよ、うん、自然なサイド、うん、多分ヤモさんのところにあったかな。いやそれも本当数値で見てシビアにやるような人にとってなんだけどうんそんな記事なんかも読んでみるとより理解が進むかもしれないですね、うんはい、でサイドを少し高めに上げてビビッドな感じにしてやるということですね、はいうん、あとはこれをレイヤーを合成して一つのレイヤーにして完成というような流れなので、はいそうやって複数のフィルターを段階的にかけながら理想的な、うん仕上がりに近づけていくというようなことをやってます、うん、でやることっていうのは結局大体一緒なので、はいこれを一回一括でアクションにしてやればボタン1個で次から再現できるよっていう、うんね、こともできるということですね。こんな感じで込み入った感じですけど、はい、意外と楽しいでしょ、やってると。確かにね、まさかそんなに組み合わさってると。もう一回じゃあ最初と最後もう一回 見せてもらっていいですか。見ます。実行前はこれね。まあ普通の本当にどっか高い建物の窓越しに街を撮ったデジカメの写真だねっていう感じですね。でこうするとちょっと雑誌のそうですよね、ここの余白の空のとことかにタイトルとか入れて、そういい感じでしょ。こんな感じです。使えますね。そう。じゃあ使えることやっちゃいましたね、仕事で。大丈夫ですかね。すみません、申し訳ない。カメラローフィルターとかでさっきのブルーっぽいところをこう黄色っぽくするとまた全体の色調なんかも変わってきますよね。少し黄色が入ってきた感じで。調整できるといいですね。いいですよね。これちょっと青すぎんじゃないのみたいなのがあったらさっきみたいにちょっと調整してやるとか今できるんでね、いいと思いますよ。はい。こんな感じ。仕上がりはこう自分の中でイメージされてるところに近づけていくためにやってる、ね、こういう感じにしたいっていうところがまず最初にあって、じゃあこれはノイズがあるからノイズフィルターがいるなとか、コントラスト高くなってるからやって、ソフトライトで合成して、コントラスト高めたり、色を転ばせていけばいいなとかっていうのを逆算していって、やってる感じですね。思い通りにならないことももちろんあるんだけど、そんな感じでいつも考えてます。なるほどです。はい、それは隣に例えば実際の、まあ例えばネットの画像検索でもいいしピンタレストとかでもいいんですけど、フィルムの写真で撮ったような、こうしたいっていうゴールに近い画像とかを置いたりとかして見比べながらやってもするんですか。大体はね、でもこうサイトとか雑誌とか見てて、いいなって思う雰囲気あるじゃない。これなんでこんないい雰囲気なんだろうっていつも考えて、やっぱり写真のこの色味だなっていう、いや大きいですよね、やっぱ写真は大事ですから。じゃあこれを再現できるものがあったら、実際のフィルムカメラで撮らなくても近いものがインスタントにできるかなっていうので始めるのが大体いつも多い感じですよね。結構男性誌とか見てると、ここ数年ってコントラストバキバキの感じ、GQ とかああいう感じの写真が多かったりするじゃないですか。だからそういうのもやっぱり一枚一枚カメラマンさんから上がってきた写真でなんか見ながら調整とかしてたらものすごく時間がかかるから、そういう場合はフィルターを組み合わせて、陰影がきつめのコントラストきつめになるようでちょっとノイズ入れてとかってやったものをアクションにしちゃえば。そうですね、もちろん写真によってはまるはまらないがあるので、一概に全部、一緒のものでできるわけではないんだけれども、選択肢がね増えるという意味ではいいかなと思いますよね。でそういういっぱいのものにアクションをかけるっていうのもできましたよね、フォトショップの機能で。例えば10枚まとめてこのアクションを一括でやりたいとか、バッチ処理みたいな感じでね。ですよね。そうそうそう、できますできます。なるほどなるほど。そういう使い方も組み合わせでさらに効率化みたいなやり方もあるってことですよね。そうそうそう、いいと思います。そんな感じですよね。はい。次のアクションの例をちょっと言ってみますか。言ってみましょうか。時間ってどのくらい残ってる？時間まだ20分ぐらいありますよ。大丈夫です。はい。じゃあ行ってみますね。グランジの方行ってみます。でグランジに関しては配布しているアクションがありまして、サイトの方ですね。この高橋さんのタンブラーを見てもらえると、こっちグランジのこれいい感じですね。でちょっと今日やるのは厳密にこれとは違うんですけど、これもちょっと手順が意外と多いので、これやってるとまた時間がないんでね、ちょっとこれの簡易版というかそんな感じのをちょっとやってみます。でねこういった感じの原稿、これもともとフォント打ってライン引いてるだけピシッとねしてる機械的なやつね。これにちょっと雰囲気出していくみたいなことをしますね。でさっき言ったみたいにレイヤーをまず複製して、まあいいか、そうレイヤーを複製してスマートオブジェクトに変えときます。ね。でスマートオブジェクト自体もフィルターなんだ1個の。というかねフィルターの中にスマートフィルター用に変換っていうのがあるんですよ。でもこれスマートオブジェクトのことなんですよね結局。ただ呼び名が違うだけで、フィルター用に使うときはスマートフィルター用みたいな、ちょっとややこしい、同じことじゃんって感じですけど、結局スマートオブジェクトに変わるんだけど、変えておいてやります。で、フィルターっていうのは基本的にフィルターギャラリーっていう中に、主だったものがこの中に、はい、エフェクトかけるようなものが入ってると、うん、でね、まあぼかしとかシャープとかこの辺は使うでしょ、シャープ、はい、シャープネスとかね、ぼかしとかね、うん、この辺はよく使うと思うんだけど、うん、いわゆるエフェクトとしてのフィルターをフィルターギャラリーっていうこの中にまとまってます、うん、はい、でこの中ね開くといっぱいいろいろありますよね、うんうん、こんな感じで好きなのを選んだものによってこう出た一気に変わった。あ、こういうの あるななんか一発かけました系のやつありますね、うん、あこういうのもありますね、ありますよね。こんなんで終わらしちゃいますね私はこんなんでいいやってなっちゃいますね。そうこんな感じエンボスみたいな感じでもう上げちゃいますね。こういう感じでねすごいですよね。だってこれだってなんか一発ででも昔よりはやっぱすごいんじゃないですか、単発でも、うん、多分すごいですよ。いつ使うんだって、うん、あこれとかなんかいいですよ、いい感じね、うん、そう意外とね今見るとねいつ使うんだみたいな感じで昔はねみんなこんなんで頑張ってたんですみたいな感じでね、うん、で、ねフィルターギャラリーを使っていろいろやっていきます。で、はい、その前に雲模様、さっき紹介した雲模様、はい、雲模様っていうのはランダムなモヤモヤの模様を作ってくれるので、はい、アナログ的なものを作る時っていうのは意外と雲模様ベースで始めることが多い。本でもよく見ます雲模様、そうそうそう、はい、だからありました、高橋さんの本でいい読者ですねありがとうございます、はい、ほぼ必ずと言っていいほど出てくるような感じのフィルターですね。ちなみに2種類あるんですか？2種類あります。で1と2があって、1はさっき言ったみたいにもう全面バーってやっちゃうっていうのと、はい、2の方はね元々の画像を反転さすんですね、重なってるところっていうの色だから、うん、こういう感じ、うん、黒いところは白くってこういうふうにして、はい、濃度によって。あんま使わないんですかねこっちは。あんまり使わないかな、フィル雲模様1をかけて2をかけて1をかけて2をかけてってなんか複雑な雲模様を作ったりはしますね、うん、あその模様自体をすごく複雑にするっていうこともあるんですね。これをかけて2をかけてとかでこういうなんか大理石っぽい模様のあそういう本当にそういうのができていくんですねこれでそういう感じでやってる。なるほどなるほど。これを利用するとね雷とかねできたりするんです。あるある、そういうの昔の MDN とかに載せたやつですねありましたね、はい、で、これは雲模様を使って、はい、まず最初開始します、はい、で雲模様をかけちゃうとまた消えちゃうので、うんうん、さっき言ったみたいにフェードでしょ、そうそう覚えましたよ今回フェードと雲模様は覚えて帰ってもらったんですねそうそうで、はい、フェードでスクリーンね、はい、すると、この黒いところだけに雲模様がかかります。ちょっともうすでにアナログ、うんテイストな感じですね、うん、でこれをしといて、次にフィルターギャラリー、ここからフィルターギャラリーね、うん、すでにこれもうできちゃったんですけどちょっと用意してたのあれなんで、はい、で順番としてはまずね、流浄っていうフィルターがあります。これはノイズを加えるフィルターなんだけど、いろんな種類のノイズをね加えれる。でこの中のいろんな種類があって、はい、まあ種類によってこうカラーだったりだとかこういうもやっとしたんだっていろんな種類のノイズが加えれるっていうやつね、うん、この中の点画っていうのがあるんだけど、はい、これにして、うん、印象派みたいになるってことですよね。そう、これで写真とかだったらそうですね。で、うん、これで、密度っていうのがその点々の、うん、密集具合でこれをまあ50ぐらいにしますと、うん、でコントラストっていうのはこの濃淡のパキッと具合というか、うんうん、それでどれぐらいグランジが激しいかどうかみたいなのがいけるわけですね。でこれはまず20ってで全体的に雲模様をかけてるので、はい、薄いところと濃いところと差ができてくるよね、うんはい、ここであそこかけてないと全部そう結構均一にザラーっとなっちゃうんで、最終的な仕上がりも全部がかすれてるみたいな。そう経験ある気がするななんか、うん、だから一回雲模様をベースにするってことですね、はいうん、なるほど。そうで次にギザギザのエッジっていうのがありまして、そんななんかもう分かりやすいこの作業をするために作られたようなフィルターの名前があるんですか。シェフの気まぐれサラダみたいなね分かりやすい感じの名前。エッジがギザギザになりますでしょうねって感じだけど、うん、そういやでも重要ですねやっぱり、うん、いくら中身がボケてても、うん、エッジがピシッとしてると、うん、なんかデジタル感出ちゃいますもんね。その辺のなんか柔らかい感じっていうのをここで持ってくるということですね、うんはい、これはまあ、滑らかさでそのなんかちょっとスプレーっぽくなるんだそうなったりだとかそう、はい、コントラストは同じようにそのパキッと刺すか、はいはい、ちょっと緩くするかみたいなね、そういった感じなんだけどでこういう風にしといてこの辺14ぐらいかな。なんかちちょっと思うのが、うん、こういう作業をしてる時に、うん、今高橋さんがやってるのって結構正解の数値をもうあるじゃないですか。だけどやっぱやるときは迷いますよね。迷います。それはね、僕もなんか最適な数値を見つけるのいろいろやっぱ試行錯誤、これも本当に試行錯誤しかないので、まあ好みというか、まあゴールも違いますもんね。その人たちの最終的にどういうもののデザインで使うかとか、そういうこと。そうなんですよ、うん、じゃあ結構そこは時間をかけるというかこだわった方がいい、うん、そう一番やっぱり数値の調整に時間かかるかなって感じですよね。どっちもいいように見えてきちゃったりとか、うん、あるあるありますよねこっちとこっちどっちもなんか作りたいなみたいな。そうそうそう、はい、で意外とこういろんなフィルターかけてたんだけど結局2つぐらいの方がありますよね。最初が一番もう下手したらもうかけなくていいんじゃないかみたいなことになることも、かけすぎると逆にね良くないみたいな、はい、そうで、まあ、ギザギザのエッジで全体的にこう、うんうん、このザラザラとした感じをちょっと柔らかくするってことね、はい、で次にスタンプっていうフィルターをかけます。スタンプっていうのはもうその名の通りスタンプでついたみたいに2階調に分けるっていう感じ、はい、でこれで画像の濃さだったりだとかっていうのはこの辺で調整できますよってことですね、はい、で滑らかさっていうのはエッジの滑らかさなんで上げれば上げるほどもやっとした感じになるけどなんかアナログさもより出るかな、うん、これ下げるとどんどんきつくなってくる感じですね、はいはい、この辺はまあその希望の仕上がりによって調整する、うん、でこの辺のザラザラ具合が足りないと思ったら前のこの辺に戻ってこっちかなこれあそうそうこれ見えないけどこれねヒストリーみたいになってるヒストリーというか、上がレイヤーみたいになってるんですか。レイヤーみたいになっててこれはね、はい、エフェクトレイヤーって言ってその要は別に何回かに分けてかけなくてもここの中でいくらでもそうここで新規でね新しいエフェクトレイヤーというふうにしてこう増やして重ね掛けするときはここで一気にできちゃう、うん、本当まあレイヤースタイルみたいな。そう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  なんでそんないっぱい作るんですかね違うのは違うんですよね、うん、レイヤースタイルとフィルターってそうそうそう違うものなのでね。何が違うんだ。あレイヤーに対してかかるのかオブジェクトに対してかかるのかの違いか、今はだからスマートフィルターみたいな形になってるんで、はい、意外と違いが分かりにくくなってるんだけど、昔はね一発でかけないといけないっていうのがあったので、はい、ここである程度プレビューでやってから一発でかけるみたいなのがもともとだったという感じですよね。で感じでこういうふうに後から調整もできるので、うん、もっとちょっとかすれ具合を強くとかっていうんだったら流浄の方をちょっと上げてやるとかね、うん、ああこれいらないとこまで入るね。おすごいそんなこともできますか。そんなこともできますよどうやったのかわからない、うん、でコントラスト上げるとよりこのパキッとした黒いところはより潰れて、はい、白いところはより飛んでいくみたいな感じでね、はい、でこういったところで適度なところを見つけて実行してやるとすると、うん、まあこういった感じで仕上がるということですね。でこれをさっきの、アクションはもうちょっと複雑な感じを経て、はい、よりリアルな感じだったり今はこれ、要は白黒レイヤー統合された状態なんですよね、うんうん、黒だけがこう別レイヤーになってたりしないんだけど、はい、あっちのアクションでは別レイヤーになっててもきちんとエッジがギザギザになるようになってます。それが意外と難しいんですよね。透明レイヤーになってるエッジをギザギザにするっていうのは。あ、そうなんですね、うん、フィルター自体というのはその黒と白の境目を見つけてギザギザにしていくので、うんはい、黒と透明だとね認識しないんですよ境目として。その紙がない空中みたいな感じになっちゃうわけですね。でギザギザのエッジをかけても、うん、ギザギザにならない反応しなかったりとかいうことがあって意外とね面倒くさかったりするんですけどその辺にも対応させてますって感じですね。使えますね。使ってくださいぜひ。なんか作例がサイトにも載ってるんでしたっけ。なんか作例はそうですね、さっきのサイトね、はい、こういった感じで、うんうん、出てますね。いいですね。もちろんイラストとかでもシルエットだったらできますよって感じでね、はい、これパスで書き出したりもできるんですか。例えばこれはねいられに持っていてオートトレースかけるみたいな感じだと思うんだけど、はい、パスの数とんでもないことになると思うんで。そうですね。そうだもうそれは具合を見ながらって感じかな、うん、まあ、うん、画像を配置いられにして、そうですね、みたいな使い方がおすすめですね、うん、そうですね。これこのアクションあったら簡単にアナログ素材集作って売れますね売れますね売れますね、はい、まだその話障害の、はい、いくつかツイート来てまして、はい、紹介します。はい、山さんからフィルター探検スマートオブジェクトを使えるようになってからずっと気楽に試せるようになりましたね。そうか行ったり戻ったりがやりやすいっていうのは大きいですよね。だから昔はね、一時紙に書いてましたもん、数値を。これを試したのはこの数値でこの順番でって言って、はいはいはい、いくつとかそういう感じで戻る時はもう一回1からやり直して、はい、ここの数値だけを変えてまたみたいな、すごく面倒かったんだけど、すごい楽です今は。そうだからさっきのグランジなんかこっちに持ってきて、はい、こういう感じでこれをスクリーンで合成してやると、ね、こういった感じでこれだけでもいい感じですね。いい雰囲気でしょ、こんな感じで、た感じの人手間かけた的な感じができるかなっていうところですよね。なるほど、はい、松永さんからも「雲模様を昔よく使ってました」。雲模様ね、基本です。ここから想像ができないですけどそういろんなものの本当ベースになっていく感じですね、雲模様は。最初に見た水彩のアクションでも使ってるんですよね。使ってます。あれでも何個か使ってますね。だからもろに雲模様を加工しましたみたいなものじゃなくて、ちょっとアナログのかすれみたいなものとか、濃淡ですよね。濃淡のランダム具合のベースに使うっていうね、そのまま使うというよりは、そうやっぱりそのまま使うとね、それただなんていうかな、コーヒーにこう湯気を合成したりとか、湯気をね実際に撮影して合成するのが一番だけど、できない時とかは雲模様でベースを作ってそれを変形させて湯気っぽく。見たことはある、そうしてやったことはない合成するとかっていうのもあります、結構リアルにできるんですか？意外とね、できますよ。なんかそのイラストとかそういうの湯気っぽくしてみたいなのもありましたよね、当時ね。ありますね、昔の MDN、昔の例えに昔の MDN は多かったな。なんかグラフィックスタイルとか CD ロムで入ってたじゃないですか。一発のやつでボタンとか作ってました。そう。もう時間ないからこってこてのボタンができるんですよね。縁がね。そうなんですよ。そんな感じですよね。でもそういうなんかいわゆるフィルターとかっていうのとは全然本当今回の違うから、ちょっと単純に仕事とは本当に別にいじって、暇な時にいじってみようかなみたいな感じでもいいですね。まあ仕事とかではあれかもしれないですけど、まあ、趣味で何かのイベントのフライヤー作る時とかポストカード作る時とかにバンとこうね、インパクトのあるタイトルとか、そういったもののアイデアとしては意外と使えるかなっていう感じですね。なんかアクションを発注したいなと思いましたアクションね、例えばこういうイメージの冊子を作ると、でこの写真はこういう感じのテイストの写真にしたいんだっていう時に、もうなんか高橋さんにお願いしてアクションを作ってハードルがなんかそうしたらなんかちょっとまあね、いいかもしれない、できるものとできないものがあるけど、できるものはやってみてもいいかなと思いますよね。で前後する人気の駅の海が見えるね、下灘駅ですよ。ちょっとこれは前後します、ごめんなさい。さっきのグランジのテキストでもう一つ、これすごいシンプルな話なんですけど、こういったパキッとした角の出たようなところをちょっと柔らかくしたい時とかあるじゃないですか、なじませるというか、そのなんていうのかな、角をちょっと丸くして紙焼きみたいな感じに何回かコピーしたりとかしましたよね昔は。そうそう。イラストレーターとかだとオフセット2回掛けしてこう角丸くして墨だまりみたいな作るとかってあるんだけど、フォトショップでやる場合は僕は昔からよくやってるのは1回ぼかしをかけておいて、おぼかし来ないな、ぼかしあれ来ないですね。品切れですか今日は。もう店じまい。ガウス。あ、そっか。ガウスでぼかし、ちょっとぼかしをね入れると。当然こういう感じになってきますよね。このままこんぐらいにしとくかな。でこれをした上で、色調補正でレベル補正をかけてやると。でこれのコントラスト少し上げてやるね。するとエッジがシャープになってきて、そう角が丸く、こういう感じでちょっとちゃんと書体っぽくまた戻ってきたって感じですね。まあやってることとしては一緒なんだけど、そのオフセット2回掛けして丸くするのと、でこういった感じであ、ここに入ってた気づかなかったんだな。そうこういう感じでね丸くしたりするっていう。ちょっと一手間だけで。なんかよく多分テイストとしてこっちの方が合うなみたいな時ありそうですね。例えばその冬のお鍋とかの、はい広告とかでこうあったかいみたいなこう文字がボンと入るときにちょっとこういう風にするとなんかね優しい感じになるとかね。確かに使おうこれは。あとイラストレーターでのやり方の方も今度教えてもらいます。オフセット2回が教えてもらいますよ。そうっていうのもあるし、もっと簡単にするとしたらこれ元画像ね、ダスト&スクラッチというフィルターがありまして、それはノイズの中にあるんだけど、見たことはある、これも押したことはないあ、まあめったにつかないかもしれない、はい、これをのね、半径を上げるだけで意外とね角丸くなって、本当だ、そうこっちがいいな簡単、たださっきよりねちょっと角張るところが出てくるの で、ね、さっきの方がなんか、優しい感じでしたね。でもまあインスタントにやるときとかね、このあとなんか別の加工をしていくときとかのベースだったらこっちの方が早かったり簡単だったりする。ダスト&スクラッチはもともとこう小傷とか細かい傷を、写真にそういうなんか加工をするってことなんですか。そう、ノイズを目立たなくするっていう、目立たなくするためのものなんだ。そうなんか例えばそのスキャンするときにゴミがいっぱい噛んでて埃がこうついちゃったりとか、ああいうのを一気に飛ばすとかね。へえ。まあこれじゃ結構そういう時は使ってたんですか、時代的に。使ってましたよ、部分的にね。ここの部分だけ例えば選択範囲作っておいて、ここだけダスト&スクラッチかけてやるとかね。本当にまあ破れてるじゃないけど、なんか髪焼けのスキャンとかだったらありますもんね、傷が写真自体についてるとかっていうのもあるし、例えばその抜けてるところとかもこれかけると黒く潰れたりとかするので、まあこういった感じでね、平均的にならしていくとかっていう感じ。ぼかしとはまたちょっと違うんですよね、若干。全然使いこなしてない機能が多くあるなって思いますね。多分ね、結構最近の人だと特にノータッチなところがあるかな。ぼかしぐらいはねやるんでしょうけど、それぐらいですね本当まあシャープが一番使うかな。ちょっとフィンガー甘いっていう時にシャープかけてみたいな、まあもちろんレベル補正とか使えますけど。でまあそういう話脱線だけど、シャープはね最近スマートシャープって、昔はアンシャープスマートってついてるんです、ね、アンシャープマスクっていうのがメインだったでしょ、はい、スマートなったんですか。そうスマートになったんですよ、はい、スマホみたいな感じで、はい、でこれでやるとね細かくなったな。そうシャープなんだけど、はい、ノイズ取りにも使えるんですね。この辺の例えばノイズだとしたら、はい、ちょっと軽減してるでしょ。でここノイズを軽減っていうのがあるんですよ、はい、シャープにしながらノイズは軽減させる。シャープにするとノイズが確かに増えますね。シャープ強とかかけちゃうと、そうそれを同時にできたりするんで、でこれのねシャープ具合をゼロにしてノイズ軽減だけを入れてあげると、はい、ノイズ取りとしてもこれ使える、意外と、それなんか書いてたりしないんですか、本とかには。まだこれはね書いてます。いや僕は書いてないと思うけど、どこかにはあるかもしれないけど、こういう使い方をしてるのをひょっとするとあんまりないかもしれない。シャープするときに、ノイズを目立たなくするっていう、かつエッジはシャープするっていうやり方をするときに使うかな。まあこれちょっと話余談なんですけど、そんな感じですね。なるほど。でだいたい時間的にはいい感じかな。はい、いい感じですね。じゃあ改めてちょっとまた高橋さんのタンブラー少し見せてもらっていいですか。はい。これさっきのグランジの操作っていうところ、またこれシェアしますけど、操作っていうのはサイト名ですか。サイト名、はい。そうです。あ、ここにじゃあ書籍のこととかも書いてるんですね。全部僕が書くようなことはここに、ツイッターで書ききれないようなところを基本的にここに全部書いてるんで。はい。わかりました。AD のサイトの方にもなんか書いてください、ね。書きます。はい、ありがとうございます。皆さん聞いてますよこれ。証拠が残っちゃった。はい。そうそんな感じでね。スクリプトもありますねこちらね。いられのスクリプトとかもあるので、さっき高野さんのページで若干紹介していただいてたんですけど、この辺見ていただければ。スライスのスクリプトだったりとかいろいろあります。はい。さっきの水彩画の方はこれだ。はい。そう。でまあこんな感じにできますよっていうサンプルとか、で各細かい部分っていうのを調節できるようにしてあるので、このかな、そうその辺のどの辺で調整したらいいみたいなことも一応、すごいさすが書籍をいっぱい出されてる高橋さんだけあって書いてますよっていうですね。やっぱり海外のサイトとかで使い方が英語でよくわかんないけど、なんか日本語でこれがこうなるみたいな、すごいみたいな記事だけだとなかなか落とさなかったりするんで、こうやってちゃんと使い方まで書いててくれると使ってみようかなっていう人もそう、はい、この写真はイギリスですか、下のこれは。これはね、イギリスです。本当ですか？いや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 。ビッグベンですか？ハウステンボス。ああ、すごい。そのハウステンボスもフィルターをかけるとアクションを使うとイギリスになっちゃうっていう。素晴らしいですね。もともとイギリスっぽいですね。ああ、もともとイギリスっぽい。まあ元の写真もいい写真ですね。ありがとうございます。さすが。そんな感じです。はい。わかりました。まあ興味があれば見てみてくださいって感じですね。では今回の実験テーマは。Photoshop のフィルターを使ってどれだけアナログ感を出せるのかでした。また皆さんもいろいろ実験などしてみていただければと思います。はい、はい、ガワイさんありがとうございました。ありがとうございました。はい。では最後に少し告知とかをですね、はい、やらせていただければと思います。はい、まずAED のグラレコでおなじみの阿部さん。いろんなところにセミナーとかイベント行かれたりしてるじゃないですか。はい。で今年も新年一発目にですね、高知のWCK ミーティングボル47、はい、でこちらの方で新春ライトニングトーク大会2017ということでですね、まあ、クリエイターの方とかが、まあ、LT ですね、ライトニングトークをするっていうイベントがありまして、はい、まあそちらの方に阿部さんも登壇されると。そうですね、はい、はいもう名前も一番最初に出てましたよ、登壇者のところ。あ、ここね。出てますね。出てるね。はい。すごい。調整中ということで今内容をもう1週間切りましたよ。ジャスト1週間。ジャスト1週間なので今ちょっと頑張ってやってくれてるんじゃないかと思います。はい、予告してもいいですよ。はい、予告する場合はこちらに来てマイクを渡しますんで、それで喋ってください。聞こえない。はいはいはい。はい、じゃあ私のマイクを使ってもらいましょうかね。こちらじゃあ間にはい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 新年明けましておめでとうございます。後ろでちょこまかしておりましたがすいませんということでですね、今度来週の15日日曜日に高知で登壇することになりました。でですね、今調整中ということで書いてはいただいてるんですが、私フリーランス1人でやり始めて、2年8ヶ月ということで、フリーランスになってからあった出来事、その前にあった出来事とかちょっといろいろまとめて、フリーランスになるための心得みたいなことをまとめてお話ししようかと思っております。ちょっと題名とかはまだ決めてないですけど、そういうふうにちょっとおぼろげには考えておりますので、またウェブクリエイターズコーチさんのホームページをチェックしていただければと思います。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では実際の LT の内容の方も気になるので、大西さんも行かれるんですよね。出演者ではなくてお客さんとして。お客さんとして行きます。であとはメンバーの武井さんもですね AD メンバーで私も行きますので、今年はちょっと精力的に外にも出ていこうかなっていう外交活動を阿部さんを見習ってやっていこうかと思ってますので、仲良くしてください。会った方ははい多分1回はお会いしたことあるけど多分忘れてるだろうみたいな方もいると思うんで覚えてもらえるように。ね、猫耳とかつけていった方がいいんですかね。かぶりますかね。それはそれでかぶりますかね。はい、わかりました。じゃあつけません。はい。はい。でもう一個私の告知していいですか。はい。はい。数年前じゃないな。ちょっとブログをずっと書いてたんですけど、まさにフリーランスのネタとかをですね、書いてたんですが、書いたり書かなかったりして1年ぐらい経って、それが最近は元旦から連日更新しております。復活したんですね。復活してます。結構ね見てくれてる方も多かったんですよ。こういう AED とかやるときに「サバイブログ書いてる人ですか?」みたいなこと言われたりすることも多いので、はいで毎日毎日今のところ書いてますから、はいぜひぜひ見ていただければと思います。結構情報公開がすごいですよね。まあでもね売り上げとかも前は書いたんですけど、もう今はやっぱ一緒にお仕事させてもらってる方とかも多いので、多分書くといろんな人からちょっとそれはどうなのって言われると思うので売り上げは書かないですが、はい前のね売り上げは今も出してますから。参考にね。はい。で本当売り上げが少ないところから徐々に上がっていくところまで辿っていけるので、ぜひカテゴリーというかタグとかで絞ってもらえれば売り上げ記事だけ見れますから、それも見てもらえるのもちょっと参考になるかなと思います。はい。では次回予告を最後にしていきたいと思うんですけれども、はい、もう AED の告知ページの方はしっかり作っておりまして、うんはい、でこれからですね、うん、AED のラボを松山スペースさんの会場の方でやるときに、うんはいラボが19時から20時なんですけれども、はい、その前の 2,3 時間ぐらいをちょっと黙々会をやりたいなとそうですね、いうことで思ってまして、はいはい、で黙々会っていうのは何かしら一個テーマがあって、うん、それに対して黙々皆さん作業をして、うん、で最後に少しそのやった結果ですね、うん、こういうことが勉強できたよとか、うん、こういうものを作りましたよっていうのを発表するという回ということなんですけれども、うん、次回のラボのテーマ、うん、こちらの方が、うん、大西さんがメインで、実験テーマが「コーディングは効率化でどこまで速くなるのか」っていうね、うん、もうまさにコーダーさんはやっぱスピード命なんじゃないかなと思うんですよ。ですよね。やっぱ時間かける作業っていうよりは早くやる効率化するっていう内容じゃないですか。ですよね。なので、その効率化をするっていうタイトルのコーディングっていうことのつながりで、ドリームイーバー。ドリームイーバーね。はい。で、私みたいに普段コーディングしないものからすると、やっぱデザイナーにとって優しいのはドリームウィーバーかなと思うところはあるんですよ。予測変換というか予測で出てきてくれるし単語というかプロパティとかあとは CC に入ってますから、馴染みがあると Adobe ファミリーみたいな感じですからね、なかなかサブライム自分で落としてとかちょっと難しいなと。だけど使ってる人はあんまりいなくて使ってた人は多いみたいなイメージがあるんですよ。多分お二人もそんな感じですよね。僕も使ってましたよ、もともと。ですよね。でも今はサブライムとかアトムとかいろいろありますもんね。でいろいろ記事を見てると新しいものはなんか使えそうな感じの記事で書いてるじゃないですか。特にCC2015 の時のアップデートがエメットだったりとかブートストラップ対応とかになったので、さらに2017でより使いやすくなりましたよっていうような記事を Adobe さんの記事とかでよく見かけるんで、じゃあ実際どうなのと。そうだね。はい。で家にいても多分使わないでしょ。使わない。やっぱりきっかけがないとね。そうなんですよ。でそういうきっかけになればなっていうことで黙々会2月5日のラボの前なので15時から19時まで。でこの黙々会に関しては流れとかも Facebook ページや AD のサイトにも書いてまして、でインストールからやりますので、ですからまだCS6 とかを使っているとか、うん、CC アカウントない方も、うん、アカウントさえ作っていただければ、そうですね。ですよね。17落として、うん、でちょっと簡単な機能とか大まかな機能とかもしかしたらこちらで、うん、使い方をエメットだったりとか伝えた上で、うん、実際やってみたりとかですね、うん、して使ってみて、で最後にちょっといい点悪い点、うん、もっとこうなったらいいなとか、うん、っていうようなところまでまとめて、でぜひその流れでラボまで見て帰ってもらいたいと。そうですね。はい。で黙々会の方は、うん、500円ちょっと参加費かかるんですが、うん、コーヒー付きですので、うん、はい、でちょっとしたお菓子なんかもねご用意しておきますので、うん、コワーキングスペースの松山スペースをちょっと体験するみたいな気持ちで、そうですね、コーヒー飲みながら、はい、フリーランスとか、うん、会社員の方とかもちょっと集まって、うん、楽しくドリを触ってみようという感じですね。はい、僕も行きます。はい、高橋さんにいろいろ聞くっていうのもねここでできますから、番組中質問でね、番組中にはツイッターとかでしか質問できませんが、リアルで聞きまくるっていうテーマでありますのでね、人がいなかったら私が多分聞き続けてると思います。はい。であとは次のそのコーディングの会を早速ですね、私の友達で仕事仲間でもある東京のフロントエンジニアの小菅さんという方がもう記事に書いてくれてるんですよ。で最近この「アローン」っていうブログの方もすごく PV 伸びてまして、で小菅さんも頑張ってるから私もブログ更新しようっていうのもあるんですけれども、なかなか他の記事も面白いこと書いてます。で小菅さん自身も、Google アップスとかの内容でスクールで登壇したりとかもされてるので、ブログもいろいろ見てもらえればと思います。はい、というわけでね、次の回は大西さんも東京の多分方も注目して見られるかもしれないですよ。こうやって告知してもらったんで。本当。はい。まあでも実際に私はこうやってるよっていうのって結構聞きたいと思うので、もう本当皆さんね、ツイートとかで、はい、それは使ってないだろうみたいなも全然言ってもらったりとか、もっとこうすれば早くなるみたいなこととかもあるかもしれないので、まあAEDのラボのねテーマとしてもセミナーとかでもまあスキルを一方的に教えるとかっていうよりは、まあシェアしていくというか感じで考えてますから、そういう形で2017年のAEDもまた最後までですね、はい、楽しんでいただければと思います、はい、というところで本日の放送は以上になります、はいはい、ではまたアーカイブの方もこちらですね、そうですね、こちらね、チャンネル登録、はい、チャンネル登録の方 YouTube でしてください、はい、では、はい、ありがとうございました。